よっしゃ、行くか。怪しい輸送船？定期的にここに来て荷物を大量に積み込むような船だよ。何か心当たりねえか、高田。久しぶりに会ったと思ったら変なこと聞くな。探偵でも始めたのか、お前。こっちは急ぎなんだ。心当たりあるのかないのかどっちだよ。まあそういう船は一隻だけあるな。昔から半月に一遍来るやつで今朝も入港してきたぜ。マジか。今も止まってるのか。なあ、止まってるよ。船員は出払ってるみたいだけど。そいつはタイミングがいいぜ。案内してくれるか。いいですよ、こっちです。これでビンゴなら大したお手柄だぜ、富澤。ま、俺はこう見えて顔が広いんでね。あんた、トミーの古いダチなんだってな。ええ、まあ。でも、同じ日系ってだけの腐れ縁ですよ。うるせえ。そりゃこっちのセリフだ。へそれにこいつとは随分久しぶりに会うもんで、春日さんの方がこいつのこと詳しいと思いますよ。顔が広いのと仲がいいのは別の話みたいね。結果オーライなら何でもいいだろう。高田さんよ。はい。なんで俺の名前知ってんだい。確か自己紹介してねえよ。お高田、どうなってんだ。悪魔よ、聖なる炎に清められんことを。まさかお前らもパレかな。マジかよ。我らにネレシンの加護があらんことを。I'm gonna fuck you。 さっさと始めようぜ。私の出番ね。 Do you watch? Let's go! Tag in! よっ腰抜け野郎が。ガンガン行くぜ。おら、よし、何ついてこれっかよ。Do your work。Do your work。You won't like this。治療だ。やんのかい。よし。とっておきだよ。ちょっと休憩。ありがとうよ。ぶちかます。俺の番だな。おいおい、もう終わりかよ。やめてよ。 Come on, get some。 近寄らないで。行く。腰抜け野郎が。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。行くぜ。アタック。かかってきな。よし、私の出番ね。
俺の番だな。もらった。おや。水にまね。これだけ強すぎだろ。これが俺の真骨頂。吸収が早いのよね。高田お前、いつからパレカナに。いつから。バカ言うな。生まれた時からだ。え、パレカナの教えはハワイの隅々にまで浸透しているのだ。そして俺のように栄誉ある伯に選ばれた者は、来るべき時に備え、あえてこの汚れた町に身を潜めているのだ。お前が伯だ。伯に選ばれてネレ島に渡ったはずの信者を町で見かけたって話、養護施設のデイナさんもしてた。ブライスにとって伯ってのは洗脳済みの信者って意味でしかないんだろう。いつでも都合よく扱える駒だってのか。ふざけやがって。ブライス様の号令は下った。お前たちはもうどこにも逃げられない。全てはネレシンの御心のままに。え、おい高田。なんだよこれ。多分自決用の毒を仕込んでたんだ。ブライスはここまでさせるのかよ。てめえの都合のために何も知らねえ人たち。輸送船らしき船は見当たらねえし、警察に見つかったら面倒だ。まずはこっから離れよう。はあ。ネレシンさんよ、頼むぜ。こいつを天国に連れてってやってくれよ。え？おい。I'll sue you。 よっしゃ、行くぜ。私の出番ね。やっちまうか。俺の番だな。ついてこれっかよ。Let's see you try. Let's see you try. Let's see you try.
よし、かかってきやがれ。よし。You think I'm stupid? ぶちかます。よし。俺の番だな。何のかい。私の出番ね。どうするか、なんとかやるか。これもやれるぞ。おや。よし。上がらねえ。ぶちかます。私の出番ね。この調子でさ。
Guess I'll skip the gym today. やんのかこの野郎。私の出番ね。手貸すね。はっ。ほら。かかってきられ。よし。私の出番ね。ガンガン行くぜ。よし。
つでもどうぞ。全然備えとけよ。ビビってんのか。よし。よし。よっ。ぶちかま。向かう気持ち。気が上昇上昇。Hey, get out of my town. 準備はできてるぜ。よし。そいつか。よし。ガンガン行きてえ。ビビってんのか。受けてみな。来て。ああ。What? I don't care. We almost foul, yeah?Don't forget to stay away next time! いいか! うん! わらっ! 私の出番ね! はぁ! お茶にしましょう! ちょっと休憩! ありがとう、ありがとう、ありがとう! よし、何でもするじゃない? ぶちかま! 私も! ほら! 完全復活だ!よし。はい。次は俺だ。俺の番だな。ガンガン行くぜ。やるか。ご苦労さん。はい。真のデッカロー。Get ready for this! さあ、やりますか。よし。やっちまうか。よっ。はっ。ぶちかま。おら。よし。はっ。よ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 っ。次は俺だ。私の出番ね。俺の番だな。You're pathetic。全然備えとけよ。来ねえのか。ガンガン行くぜ。何？来ない。ガツンと行くぜ。よし。いっぱいやりたい気分だぜ。
アンゴラメキュスペ。さあ、行きますか。私の出番ね。よっ、ぶちかます。俺の番だな。そいつか。よし、ガンガン行くぜ。向かうか。敵なし。だな。私の出番ね。ぶちかます。俺の番だな。相手してあげる。いいか。よし。ほら。次は上がりつかめたんじゃねえか。二人がかりだ。やっ、よし。やんのかい。ガンガン一緒にやる。はっ、はっ、ブラッシュスピーチ。ガイオン。いくか。私の出番ね。向かうとこよ。上がりなし。だな。This ain't a show, dipshit. What are you looking at? Get wrecked. さっさと始めようぜ。全力でかまって。また強くなっちゃった。おい、じゃない。私たちまさかここまでブライスの支配が及んでたなんて。ああけどよ、なんで今なんだ。ん、俺たちはラニがもうネレトに連れて行かれたんだと思ってた。でも
もしそうならブライスが信者をけしかける必要はねえんじゃねえか。俺らはネレ島の場所も島への船も見つけられてねえんだ。それもそうだな。もしかするとラニはまだホノルルシティにいるんじゃねえのか。ありえるな。これからラニを連れていくって状況ならパレカナにとって重要な局面だ。だから唯一の障害になりうる俺たちに隠れ信者ってカードを切った。いい読みです。さすがですね、さすがさん。ただし声はもう少し抑えた方がよろしいかと。ハン・ジュンジ、お前来てたのか。どうもこんなに太陽を浴びたのはいつぶりでしょうかね。はじめまして、お二方。ハン・ジュンギと申します。日本でコミジュルという組織を運営しておりまして、春日さんとはその縁で。敵じゃねえってことでいいのか。そうみたいね。以後お見知りおきを。孫妃は常にあなた方の動向を気にされています。ああ見えてなかなかおせっかい焼きなんですよ。孫妃は偉人町で桐生さんたちをサポートしてるんだよな。ええ、あちらにはハンピン・リューマンの長もいます。そこで孫妃はハワイの援軍として私を使わしたんです。一昨日のことです。そうだったのか。だったらすぐに会いに来いよ。孫妃が私に命じたのはネレ島への移動手段を解明することです。つまり俺たちが今探してる輸送船のことか。ええ、騒動の部隊がネレ島に移れば春日さんらは完全に手詰まり、そうなる前にパレカナの移動手段を抑えよというのが孫妃の命令です。まさに今そういう状況よね。それで輸送船を突き止められたのかよ。こちらを見てください。某国の人工衛星をハッキングして撮影した衛星写真です。こちらがネレ島です。これがネレ島。昨日撮影された写真ですが、ネレ島の港から一隻の船が出ています。時間を進めてこの船の行き先を追っていくと、向かった先は我々のいるこの島です。船の形状から見て物資調達の輸送船でしょう。ただし今回に限ってはラニの移送が目的と思われます。この船は今どこに。ホノルル湾の西にある崖の中に姿を消しました。おそらく上空からも見えない崖の狭間にパレカナの船着き場があるのでしょう。それ以来船が出てきた形跡はありません。つまりラニはまだ移送されていない。よし、早速ここに行こうぜ。ラニが船着き場に連れてこられるのは間違いねえんだ。そうしたいところですが、高さ200メートル、傾斜は90度に近い崖です。専門家でもない限り降りるのはまず不可能でしょう。だったらパレカナはいつもどうやって物資を船に積み込んでんだ。陸地から船着き場につながる隠し通路があるはずですが、どんなに衛星写真を調べてもそれらしい道は見つけられませんでした。おそらく地下通路なのかと。地下通路。あっ、どうした、ちーちゃん。前に私一人で第五地区に入ったでしょ。ああ、俺から身ぐるみ剥いだすぐ後の話だよな。その思い出し方、まあさておき、あの時第五地区の地下を通ってドワイトのホテルに連れてかれたんだけど、ホテルとは反対の方向にも地下通路が伸びてたの。あっちには何があるのって聞いたら、バラクーダのやつが俺たちにはあまり関係ねえって。その時は大して気にしなかったけど、もしかするとそれが船着き場につながる通路。ブライスがバラクーダを操ってることを考えるとその可能性は高いな。ってことは俺たち
また第五地区に入るのか。あそこは敵の家中だぜ。そうじゃなくったって今や町中が敵だらけさ。隠れ信者か、畜生。行くも地獄、戻るも地獄ってわけね。同じ地獄なら気合い入れていくしかねえだろ。そう来なくっちゃ。本当に春日さんは不思議な人だ。どこにいようが手ごわい敵と頼もしい仲間を同時に引きつける。実に羨ましい。できりゃ敵は勘弁してほしいんだがな。ところでおめえ、パレカナの船が解明されたからって日本帰るつもりか。まさか。お邪魔でなければ私もご一緒させていただけますか。当たり前よ、その言葉を待ってたぜ。春日さん、なあ、わかりました。おう、あのネズミのお化けみたいなの何なの？びっくりした。 あれ自体はカムロップっていうカムロ町。カムロ町ってそう平和でやうん、うん、え、うん、そっかカムロ本当に多分お前ショーディプシェ。気合い入れてこせ。ご苦労さん。よ、ちーちゃん、どうしてる？うん、ちょっと。ねえ、今少し話せるかな、一番。あ？それ、もちろんいいけどよ。
うした？顔色悪いな。何かあったのかい？それが私のジーヤの件でね、急に連絡が取れなくなっちゃったの。富士宮家のジーヤさんだよな。連絡取れないって。電話がつながらなくて、スマートウォッチの GPS も電源入ってない。今まで一度もこんなことなかったのに。もしかして自分の部屋で倒れてるとか、発作が何かで。うん、ジーヤはホテルに住んでるんだけど、電話してそこのホテルマンに様子は見てもらった。部屋には特に異常なくて誰もいなかったって。となると、もしかしたらジーヤ、私を探そうとして何かトラブルに巻き込まれたんじゃないかなって。ほら、前に私が第五地区に出入りしたことをジーヤが聞いて心配してるって話したでしょ。ああ、そういやタコス屋のジェフから聞き出したんだっけ。ジーヤさん、いつの間にかジェフとダチになってたんだよな。そうそう。なら待てよ、ジェフならジーヤさんがどこにいるか知ってるかもしんねえぞ。うん、今一番と話してて私もそう思った。ならとにかく行ってみるか。ジーヤさんの無事が確認できりゃちーちゃんも安心だもんな。ごめんね一番、私迷惑かけてばかりで。今はそんな話してる場合じゃないぜ。ジェフのタコス屋だ。ジーヤさん、毎日あそこで食ってたんだっけ。毎日とは言ってなかったけど、友達になるくらいには通ってたんでしょうね。よー、ジェフ、俺のこと覚えてるか。ああ、覚えてるよ。一緒にいる姉ちゃんも、あんたら派手に第五地区を騒がせたって。さあ、そんな話もあったっけな。それよりちょっと聞きたいことがあるんだ。当ててやる。また人を探してるってんだろ。気味悪いな。なんでわかったんだよ。最近その手の話が多くてな。人を探したいのはあんたらだけじゃない。ほら、今こっちに来るあの人もそうだ。ん？あれ？おい、ちょっとじいちゃん、あの人ってもしかして。じいや。千歳様、ようやくお会いできました。やっぱりそうだよな。でもなんでここに。こちらからしつこくお願いしても千歳様はジーヤにお会いくださらない。会うためには策を講じる必要がございました。策？いかにも。老執事が突然音信不通になり、スマートウォッチも電源が切れてしまった。そんな時、千歳様が何を考え、どう動くか、それがわからないようで、執事は務まりません。案の定、私ごときのために千歳様はご自身で足を運んできてくださった。じゃあ、もしかしてずっとここで私が来るのを待ってたの。可能な限りは。私が不在の時にはジェフが千歳様の居所を追ってくれる手はずでした。ジェフが？なんでそこまで。女お年寄りに心配かけるもんじゃねえぞ。俺はすっかりこの人を気に入っちまってね。いつも来るたびに俺のタコスをうまそうに食ってくれるんだ。で、彼が大事にしてるおてんばなご令嬢探しを少し手伝ってやろうと思った。もしここにお前さんたちが現れたら、絶対逃がさねえように手下も待機させてな。え？あれ？おい、なんだよ、みんなさっき立っちゃって。こいつらもじいさんのことが大好きなんだ。タコスが好きで金払いもいい。おまけに80近い今もめちゃくちゃ喧嘩が強え。
シェフから話は聞いている。千歳様を血眼になって探していたもじゃもじゃ頭の日本人、それがお前のことであろう。え？あ、そりゃ確かにそうだったけど、今はほら仲間として一緒にいるだろう。富士宮家御令嬢をたぶらかした知れ者、申し開きは仕置きの後でたっぷりしてもらおうか。覚悟しな兄ちゃん、このじいさんはすげえぞ。そこらのチンピラなんてみんな子供扱いだ。なんせ若い頃はクマも投げ飛ばしてたんだからな。おお、その話完全に受け入れてんだ。お、疑う理由がねえ。で、そんな話はいいんだよ。ジヤさん、俺はあんたとやり合う気はねえ。てか、なんか俺のこと誤解してません？そうだよジーヤ、一番は私の仲間なの。少し落ち着いて。恐れながらジーヤは千歳様が心配でなりません。どんな口車に乗せられたか存じませんが、かような男を仲間などと。多少手荒になるかもしれませんが、千歳様にも目を覚ましていただきます。ジーヤ私の教えた護身術ちゃんと覚えておられますかな。久々に稽古をつけて差し上げましょうか。じいちゃん、なんか聞いてたイメージと違うぜ。腰の低いお人よしって言ってなかったか。それはあいにくだったな。このじいや千歳様に危険が迫った時はいつでも修羅に戻ろうと心に決めておったわ。よし行けじいさん、俺らはあんたの味方だ。頑張れよ。てめえ見てるとイラつくんだよ。かかってきれ。私の出番ね。かかってこんか。本気を見せてみ。やるか。はあ、やっせー、ぶちかまっ。私の出番ね。ぶちかまっ。受けてみな。行くぜ。当たりろ。よし、この調子でサクサクいきましょう。という、まさかこの私が膝を屈するとは。大丈夫かいジーヤさん。いや、めちゃくちゃ強かったけどよ。もう年なんだから無理しないでジーヤ、私のことなら心配ない。確かに私がお教えした技はよく覚えてくれてましたな。ずいぶん腕も上げられた。安心して見ておれましたわ。なあジーヤさん、俺は父、いや千歳さんをたぶらかしてるわけじゃねえんだ。縁あっていろいろ助けてもらっちゃいるが、妙な企みはねえ。そうですか。では今すぐに千歳様の前から姿を消していただけませんか。あ、いや、それは…ジーヤ、ごめん。それだけは無理。私は一番たちを裏切ってひどい目に遭わせた。だから
何としてでも償わなきゃいけない。私の方から一緒にいたいってお願いしてる。ちいちゃん、千歳様、あなた様はハワイで何をしてるのです？何をっていうといろいろあるけど、あ、そうだな、全部ひっくるめて一言で言えば巣立ちの真っ最中ってとこね。巣立ち？それは富士の宮家からの？うん、家には言えないようなことばかりしてる。ジーヤにもね、ごめん。なるほど、そうですか。でしたら何よりです。え？我々が千歳様をお支えした日々が実を結んだというわけですから。教育とは子供を独り立ちさせること、そして自分の道を自分で選べるようにすること。もちろんもっとお世話して差し上げたかったと寂しくもありますがな。ごめんね、ジーヤ、いっぱい心配かけて。それと今までずっとありがとう。私などにもったいないお言葉です。ぜひご当主にもお聞かせください。あの方も千歳様のことを案じておられます。父にとって私はお飾りでしかないよ。家族は富士宮家当主の引き立て役、円満な家庭を持つ偉大な経営者を演出する小道具の一つ。ずっと見てたでしょ。もしかしてそれは家族写真のことですか？あの毎年大掛かりな人数で撮影していた。そういえば千歳様はいつも CM じゃあるまいしとむくれておりましたな。そこまでやった写真にも父はしつこく修正を入れる。あの人のやることは一事が万事全部そう。まず第一なのが自分と富士宮の看板で、それ以外のことは二の次三の次。見栄えを良くするためなら加工も捏造も厭わないでしょ。あの人がそんなんだから。ちいちゃん、そんなんだからタタラチャンネルとやらに富士宮の暴露動画を上げられてしまった。え？実は先頃ご当主はそのタタラが誰なのか一人思い当たる者がいると仰せでした。それは富士宮の深い内幕に接しうる身近な人物で、かつご当主やグループに敵意を持つ者。そりゃ一体誰なんだろうな。ご当主はもし自分の思う人物がそのタタラであるならば、暴露動画が世に出されたのもご自身の身から出たサビであったろうと。父が自分のせいだって？タタラを敵対させた心当たりはいくつもある。そのことにやっと気がついたとのお言葉でした。以来私の目にはかつてないほど憔悴したように見受けられましたな。もちろんグループのダメージが大きかったせいもあるでしょうが、果たしてそれだけか。なんで、ジーヤ、そんな話をなんで私にするの？確かにそうですね。千歳様に言っても切ない話でございました。ただ私が言いたいのは、ご当主と千歳様にはまだ話す余地があるということです。お互い言いたいことがあるのに口を閉ざしていれば、雪解けの機会も逃してしまいましょう。かもね。
それを伝えたいがために私は千歳様とこうして顔を合わせて話したかったのです。じゃあそのついでにまた護身術の稽古をつけてくれたわけ？恐れ入ります。お、俺の顔に何か？あなたがどこのどなたかは存じません。しかし先ほど拳を交え裏表のない人間とお見受けした。今は詮索することを控えます。ですからどうか千歳様のことよろしくお頼み申します。わかってます。お任せください。ジーヤさん。結構では、あともう一つだけ。あなたには言っておきたいことが。はい。私が若き日熊を投げたのは間違いなく事実です。そのことは夢お疑いくださいますな。そうでしたか。これは失礼しました。では。よう、日本の侍ってのはきっとみんなああいう人たちなんだよな。さあどうかな。実は俺も侍には会ったことがねえんだ。日本人のくせに釣れないね。ごめんね一番、また私迷惑かけてばっかり。いいって。とにかく今回はジーヤさんが無事で何よりだったよ。けど元気な人だったな。あの年であんなに強えなんてよ。自慢のジーヤだからね。一番がそう言って褒めてくれるの嬉しい。ちーちゃん、やっと少し笑顔が戻ってきたかな。なんだかんだ元気なかったろ。ずっと俺らに引け目を感じてる。そりゃあね、私はエイジのスパイだったことをずっと隠してた。みんな水に流したって言ってくれるけど、私はまだ自分なりのけじめをつけなきゃって思ってる。ちーちゃん、あんま一人で抱え込んで思い詰めるなって。すぐ近くに最高の仲間が揃ってんだから。うん、そうだね一番。な、だろみんな。ああ、当たり前だ。二人だけでこそこそ大事な話すんなって。まったくです。あ、何？みんな乾杯する気満々？そういう時は俺も呼んでくれなくてはな。いや、あんたはさすがに関係ねえだろ。まあいいじゃねえか、来るもの拒まずだ、だろ。たく、わかったよ。ごまはいつもそれだ。理解できてきたな富澤。お前なかなか飲み込みがいいぞ。ええ、見どころがありますね。もちろん千歳さんも。どういたしまして。それじゃあ、まあ行くか。乾杯。おっしゃ、乾杯。ありがとね一番。お、